ロレックスデイトナ 116500LN についてご紹介していきます。2016年に登場した最新作、文字盤カラーはブラックとホワイトがありますが、今回はホワイトをご紹介していきます。まずは外装面から見ていきましょう。最新作のデイトナ116500、前作から大きく変更されたのはベゼルです。前作ステンレススチール製だったものが今回からセラミック素材に変更されています。その他外装面ですが、ケース、リューズ、プッシャー、フラッシュフィットなど肉眼で見た限りでは違いは見つかりませんね。ブレスレットも引き続きポリッシュ仕上げの中コマをサテン仕上げの外コマで挟むというデザインになっています。もちろん無垢材なので経年による伸びは生じにくく非常に丈夫です。バックル部分、中板が長く内部もポリッシュ仕上げなので前作最終年式のものと同じものと思われますね。5mm のサイズチェンジが可能なイージーリンク機能もついています。2011年以降のブレスレットは6時側の調整コマが増えたことで、腕が細い人でも着用できるように配慮されています。かなりスポーティーなデザインになってしまったのでスーツにはいかがなものかと思いましたけれども、つけてみるとさすがデイトナーという感じですね。昔からセレブの愛用者が多いモデルなので、どんなスタイルにも合うよう抜かりなくデザインされています。最後に機能面です。デイトナは G、フン、秒の三振のほか、クロノグラフの機能を備えています。操作方法ですが、まずケースサイド真ん中にあるリューズではゼンマイの巻き上げと時刻の調整を行うことができます。自動巻きムーブメントなので普段着用している方なら手でゼンマイを巻く必要はありません。一度巻き上げてしまえばパワーリザーブ72時間と長いため、なかなか手巻きが必要になることはないと思います。次に上下にある2つのボタン、これがクロノグラフのスイッチになります。ネジでロックされていますので、使用する際には回してロックを解除してから使用します。これで上のボタンを押すとクロノグラフが作動して、もう一度上のボタンを押すとストップ、そして下のボタンでリセットというように使用します。こちらも普段使う機能ではないと思いますが、ロレックスではデイトナのみに搭載されている機能なので、入手された際にはぜひ使ってみてください。以上、デイトナ 116500LN について簡単に紹介してみました。他にもいろいろな腕時計の紹介動画ありますので、ぜひ覗いてみてください。評価、コメント、チャンネル登録もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。